週間のご無沙汰でした。玉置浩司です。さっきの3曲セットを聞いて、あまりの下手さに、自分の歌の下手さにすっ転んじゃったけど。下手になったなぁと。年は取りたくないなと思う。若い時の俺って本当にいい声して上手かったんだなぁと。自分の言うのもあれだけど、音痴になっていくっていうか、声自体が劣化してるんだろうな。また3曲セット、今度は指弾きのほとんど同じ曲しかやってないんだよね、拓郎の。昨日の予定では今日あの歌謡曲とかやる気でいたんだけど、月がわびしいと、まあ後でやるけど気を改めて、あと、なんだ、今のは何て言った、今のは何て言ったっけな、ちゃんちきおけさ、月がわびしいと、あとはみんなの衆、みんなの衆とかね。まあいいや、喋ってるとすぐ時間経っちゃう。吉田拓郎の、吉田拓郎の青い夏。肌をじりじりから歌詞、こう F にならなくちゃいけないな。どうしよう、もう一回最初からやっちゃおう。あ、知ってます、あ、俺の若い頃の声の良さを知っているという意味かな。浜日傘ゆらゆらすらりと伸びた長い足、青い夏が駆けていく。僕は昼寝を口実に、泳げないの幸いに、女の子ってやっぱりいいな、裸の子ジャブジャブ、おちんちんさえ可愛くて、青い夏がはしゃいでる。君は夏みかん剥きながら、早く子供が欲しいな、わざと言ってため息一つ、裏盆へチラチラ、灯籠流し水あかり、青い夏にいつか滅びるこの海が、
肌をじりじり焦がすので今夜きっと寝つかれぬでしょう。もう何も考えまい愛することも煩わしささえ声が若い今の俺の声がっていう意味かな。それはどうもありがとう。なんか棒読みなのです今の意味が。それはどうもありがとう。感情がこもってない。人もありがたがってないみたいな。無表情な声で。俺の歌になっちゃう。私も今も ここら辺をくっきり映してなんかこれやけに白っぽいな、うん、ベースが白いからだけどこう向けるとあちょっとうるせえタウリングを起こしてうわ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 まあいいやあんまり無理な姿勢だと今度はネックが机にぶつかっちゃったりするの、ね、あ、僕一人でもやろうかな。ストロークも好きだけどこの指弾きというかアルペジオというか一人が好きさ
しがりやさ、一人が好きさ、人混みの中、あ、よく見えてます、ここ。あ、よかったよかった。しかし相変わらず過疎だな俺の部屋ってやっぱり古い曲ばっか、古いやつだと思いでしょうがなって言ったよ、古いやつ、古いのルールがロルなんなんてな巻き舌になっちゃうんだよ、古い古い古いやつだと思いでしょうが古い歌ばっかり歌ってますって、鶴田浩二です、所詮この世はなんこんなこと言うと余計誰も寄りつかない兄ちゃんが赤くなった、角度横山ね、横山っすよ、後ろの看板が横山くらいまで章が抜けちゃってるやっぱり、ね、あのどっちを重視するかってやっぱりギターの方だよね、本当は顔を出せればもっといいんだけど、さすがに顔を出してあのやる年齢でもないので、顔はむしろまあいいギターだと、看板のスペースが、看板もう少しこうちっちゃい看板こんなちっちゃい看板作れば全部横山ショーまで入るけど、まあいや、一番大事なのがこの手元だよね、あと音がちゃんと入り良さの距離感が必要。兄ちゃんが赤くなった、ここでさ、こうやって片っぽが、片っぽの人がっていうのは変だけど、2人ギター2本あるわ、こうやってて、これを入れるんだけど、強い兄ちゃんが弱くなる。
最後間違えちゃった、弱くは出なかったしギターもぐちゃぐちゃになっちゃって、まあ、でもあそこで失敗してもう一回最初からやる根性は俺にはないね。まあ生だからどんどんもうあのくらいのところはぶち切っちゃってやって気持ちがいいなと思ったのはリンゴ。リンゴってさ、本当はこう、こうやって弾いた方がいいのかもしれない。昨日これもかっこいいんだけど、拓郎はこの間なんか昔のあれか、あの小田和正と拓郎が2人でやってたやつが YouTube にあって、そこでは2人でこう指弾きしてたな、掛け合いで。って言いながらパスっちゃうのそれ。今何2曲ぐらいやったのかな。なんか、うん、何と何をやったっけ忘れちゃったの。さっき歌った歌をもう忘れてる。あ、青い夏やって僕一人やって兄ちゃんが赤くなったから、3曲やったわけだ。っていうことはここでもう一回切るわけだ。3曲セットはね。おお、素晴らしいギターさばき。おお、さばきありがとう。ではまた申し訳ないけど 3曲縛りなんでここでまた一旦切って、また次すぐ立ち上げますね。ではまた来週。